はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は野球マン3号について、まあ、ちょっとね、いろいろ語って、実際に使っていきたいと思います。で、主人公の方がなんかねしょぼくれてるんですけど、これねサボり癖だけっていう非常に、まあ、俺もこういう顔したいんだけど、うん、まあしょうがない。サボり癖はちょっと早々に直しましょう。で、デッキの方を、見ていきまして、で、まずはね、この野球マン3号ですね。野球マン3号について、ちょっといろいろとお話をさせていただくと、まず、元がひじりちゃんなんで、まあもちろんイベントはひじりちゃんがベースになってますと。で、通常のひじりちゃんの場合は、キャッチャーを作るとささやき戦術で、キャッチャー以外の野手を作ると、高級筆打が金徳でもらえるようになってるんですけれども、野球マン3号の場合は、司令塔に変わってます。で、司令塔は捕手用の金徳なので、まあ、他にね、通常の野手で作った場合は多分司令塔はもらえないんじゃないかなと思います。なので野球マン3号は、完全に捕手用の、キャラになってますと。で、あとテーブルの方ですね。テーブルの方がまたこれ、あのひじりちゃんと変わってて、まず固有ボーナスがレベル40で、発動する形になってるんですね。あ、そうそうそう。で、今回お借りしたのはもうプラ3になってる、野球マン3号なんで固有は発動してますと。で、もし野球マン3号を使っていきたいっていうんだったら、やっぱりね、このレベル40まで、上げて上限解放したひじりちゃんじゃないとちょっときついかなと思います。仮にレベル35だとするとスペシャルタックボーナスがまず 50% と、これがかなり低い状態になってて、まあ、練習効果アップ 5% で、他になんかその経験点ボーナスとかやる気効果アップとかもついてないんで、35はちょっときついかなと。で、これが仮に37になったとしてもタックが60なんで、まあ、35よりは、まあ、もちろん37の方がねいいんですけれども、でやっぱりここに、固有ボーナスが乗ってやっと使えるキャラになるかなといったところが印象ですね。で、さらに欲を言うと、45になると技術ボーナス8がつくんで、これ45にならないとボーナスポイントがつかないんで、んー、どうかな。野球マン3号使っていくんだったら、まあ、レベル40が望ましいけれども、できれば45で使いたいといったところですね。で、ちなみに通常のひじりちゃんは、レベル35で固有が発動して、まあ、タックも、高くて、さらに経験点ボーナスもついてるので、通常のひじりちゃんだったら35でも全然あの使っていけます。むしろ強いですね。だから、まあ、ひじりちゃんか野球マン3号かって言われたら、まあ、もちろんね司令塔を取りたいって言うんだったら野球マン3号入れるのはありですけれども、まあ、普通に経験点目的で入れるとするとひじりちゃんの方がいいかなと自分は思ってます。まあ、これは印象ですけれども。と、あと、コツの方ですね。通常の、ひじりちゃんはキャッチャーと送球と、バントだったと思うんですけれども、ここに流し打ちとチャンス丸が野球マン3号は追加されてます。で、これを良しとするかというところなんですけれども、もともとひじりちゃんってコツをくれない子じゃないですかで、キャッチャー作るときはやっぱりキャッチャーと送球は抑えたいっていうのは一つあって、そこにチャンスと流し打ちが追加されてるとなると、やっぱりねコツが安定しないっていうのがありますね。ただチャンスと流し打ちは、まあ、両方ともね、優秀なコツではあるので、まあ、これをプラスと取るかマイナスと取るかっていうのはやっぱり使い方次第になってくると思います。まあ、以上が、野球マン3号の特徴的なところですかね。で、後イベになってて、後イベのイベント数がかなり重いんですよね。平和のために戦うのだっていうのがちょっと追加されてる関係で、もともとイベントの重いひじりちゃんがさらにイベントが重くなってるっていう形になってるので、後イベキャラをねちょっと軽いイベントの人たちにしたかったんですけれども、まあ、自分のちょっと組めるデッキの中ではいなかったですね。彼女キャラ今ね騎馬妹がねレベル35になってないんで、ちょっと本当は騎馬妹を入れたかったんですけど、イベント数の関係で、まあ、とりあえずせっちゃんを入れてますと。せっちゃんも彼女キャラにしては軽いかって言われると別に軽くはないんで、福井部があるんで。で、まあ、みやびちゃんはちょっと技術点を取りたいかなというところで、入れてきてます。後イベは下の3人ですね。で、上が前イベになってます。
で、キャッチャーを作る関係でやっぱり球界の頭脳は取っていきたいのでスッスを入れてるのと、暁台できてるので、余剰を入れないときついかな。多分スミカちゃんがいないんで野手で余剰1人だけになると全員打倒っていうのは相当厳しいものになると思います。で、一応筋力キャラとして、バレンタインのミオちゃんを入れてきてますと。前指の筋力がね、ミオちゃんくらいしかちょっといなかったので、野球マン3号を、ね、入れようとするとどうしてもねイベントデッキを、ね、組むのが相当難しいですね。自分の場合は手持ちの、手札をねちょっと見渡してみた限りこれ相当悩みました。相当悩んでこれでまあベストかって言われるとちょっと微妙なところはあるんですけれども、じゃあちょっと前置きが長くなりましたけれどもやっていきましょう。まあ、コツが来てるんでとりあえずコツは踏みます。メンタルか、みやびちゃんか、サボったらやだな、やるか。よし、とりあえず最初はなんとかなったな。さよなら男。男じゃないけどね、まあ、ここら辺はね誰もが突っ込むところだとは思うんだけど、ホモテって言ってもさ、ホモテデッキでも別にホモじゃないじゃんみたいな、男じゃないじゃん。またコツが来てるな。スッスか、スッスのコツは踏みたいね。六本木とつくももいるからねサボりが怖えな本当に。どうする、踏もう。よし、てか精神練習しかしてないし。広角打法ありがとう。どうしようかな、もう一回コツ踏んじゃおうかな。広角打法は今の段階では絶対取れないですよね。そもそも筋力ポイントゼロじゃんまだ。ミオちゃんはねイベントが軽いっていうのがすごいいいですよね。さすがにこれはちょっと追求しよう。守備力 OK、 守備力もねもう3でいいんだけど5にする必要はあんまりないからね。変化球のコツみたいにさ1回で5になってくれるとすごい助かるんだけど、まあそうはならないか。でサボり癖なんだよサボり癖これはどうしようかな。またコツが来てるよそんなに俺に練習してほしいのかサボり癖のくせに。さよなら男ってちなみに取れんのこれ。さよならさよなら取れない筋力ゼロ、筋力が必要か。どうしようかな、踏みたいねやっぱりコツは。踏もう。よし今のところなんとかなってんな。ただ打倒ポイントを全然気にしてないからな。意外性、ヒジちゃん体力上がるんだ。でまたコツが来てるねどうするよこれ。あーミオちゃん、どうするどうするどうする、悩む。とりあえずスッスのコツを潰してはおきたいんだよな。よし、ちなみにサボり癖ってどれくらいの確率でサボるの？ 20% とか 25% とか、なんか前はそんな感じだったよね。守備力か、まあいいや。でな、せっちゃんはなちょっとクリスマスまでに間に合わないかな。まあ、とりあえずね今回は野球マン3号がどんな形になるのかっていうのをやってみる回なんで、これはどっちがいいんだっけ、進めていきましょう。体力は下がるのか。いやみんなコツ来てるねすごいな。広角打法は絶対無理でしょ、いまだに筋力ゼロだからな。追求1回してアベレージヒッターでサボり癖を直そう。やめておいてでお出かけでツーインと、これ何かに言ってるんだろうね。
精神科に行ってんのかな、サボり癖だから。これはちょっと秘訣を教えてもらおう。積極盗塁か。体力があるんでこれは受けときましょう。全然ポイント稼いでないかな。せっちゃんがいるね。余剰、まあ、余剰を急いで倒すって感じではないっていうか、二宮のカウントの下がり方がすげえな。まあ、せっちゃんの評価を上げつつ、ただね、余剰は急がなくていいとはいえ最初に倒しておきたいキャラだからね。やっぱりはやっ。まあ疲れが取れなくて、まあ、これはその通りですね。これ体力回復して経験点もらって、コツをもらって、女の子にモテたいって、なんかモテモテとか人気者が確定で、モテモテがランダムだったかな。特にないってなんだっけ。なんか忘れちゃった。まあいいや、とりあえずコツを掴んでおきましょう。コツはね、完全にランダムですね。ということで、特技が欲しいと。本塁生還か。なんかね、くれるコツもカテゴライズがあるみたいですけどね、そこは調べてないけど。まあ、余剰からはね、ちょっと精神ポイントをもらって、キャッチャー陣がすげえな。これみんな守備に来てくれよ、みんな打撃やんないでさって感じの。余剰がいねえじゃねえか。せっちゃんもいないしな。野球マン3号上げとく、それとも二宮下げとく。メンタルで回復しつつ下げるか。勝負だ、やったー。だいぶ楽になったな。しかもここでまた下がる可能性がある。イエーイ。7位の下がり方が尋常じゃないな。みやびちゃんすげえな。あー、ここもね、いいね、いいけどな、そろそろやっぱり余剰を減らしておかないとな。野手はね、ちょっときついっすよね。できればね、3人くらい入れないと、赤月キャラ、まあ、スミカちゃんも含めてなんですけど、俺にはね、無理っすね。ギブアップ。どっちかっていうとね、投手の方が、まあ、全員打倒はやりやすいですよね。すげえ子作るな。そういうデッキだっけ。ちょっとじゃあここはもったいないけど回復をしつつ余剰を下げるか。どうしてもね、スミカちゃんを持ってないんで、スミカちゃんを借りれないとなるとめっちゃきついんだよな。ダメだと。まあこれは別に評価5下がるくらい大した影響はないんで。野球マン3号ってかさ、これ野球マン3号って書いてあるんだ。まあ、ちなみにあれですね、野球マン3号はアプリとかでは俺使ったことないんで、これね2回目ですね。初回はなんか野球マン3号を入れて司令塔を取るっていうやつで、ただ入れただけなんで、 SR のレベル1の SR を入れて使っただけっすね。でやっぱりね、重いなっていうのは、イベントが重いなっていうのは感じましたね。だから実質的に野球マン3号を使って育成するっていうのはもう本当に初めてですね。別に暁台じゃなくてもねいいとは思ったんだけど、なんかもう暁台で選んじゃったんで、ついついね、今の主流は暁台なんで。でそういえばあれですよね、なんかみんなどこで情報を仕入れてくるのかよくわかんないんですけど、一応次の高校が配信されるよっていうのはなんか決まったみたいですね。でまあどこかって言われると、まあ、バンプ高校じゃないかっていうのがかなり有力で、みんな情報収集がすげえなーって思うんですけど。
て余剰くんはこれで回復をしてくれると。わりかし回復が多いなこのデッキは。みやびちゃんと、ま、怒りのカウントも減らせるんで、みやびちゃんはほんと経験点がいいですよね。でこれさらにさ、振り袖の方が強いんでしょ、振り袖みやびちゃんの方が。あ、しまったコツを潰してなかった。これどうしようかな、俺はいいや。てかせっちゃんの評価が全然上がってねえな、そういえば。お、モテモテになった、やったね。でみおちゃんに関しては金徳がね2回で終わるっていうのがまあいいですよね。コツがあるね。てか何者だみやびちゃん、野球マン3号。でもちょっと、あ、せっちゃんでももういってるか、カウントをな減らしたいっていうのもあるからな。二宮はマイナス3だからもう次で倒せるね、やったとすると。ただねコツもキャッチャーコツを掴んでないっていうところかな。どうせすぐ忘れるんで今のうちに取れるもんを取っちゃいましょう。意外性とか安っ、基本的に5になるとめちゃ安いっすよね。じゃあちょっと野球マン3号でいくか。流し打ち、こっちか。まあ、距離を伸ばそう、体力はマックスであるんで。16とかお守りプラスモテモテってすげえな。あ、これはやってみよう。いいね、経験点もいいよね、悪くない。でみおちゃんか、どうすかな、下げられるやつをちょっと下げていきたいのもあるけどな。パワーヒッターはねどうしようかな。もうね足とね打撃はね捨てるしかないっすね、このデッキだと。期末テスト前のテストかな。よし頑張れ、よし。監督か、碇くんがよかったな。7位がもう2か、7位はもう倒せるときに倒すか。じゃあせっちゃんの告白が来てないね。やはり後イベの重さっていうのがあるかな。うん、ひじりちゃんのイベントが来てるね。じゃあ一緒に勉強しよう。ま、これはちょっと取れなくてもしょうがないかな。おお、取れたねむしろパワーヒッターでもよかったんだけどな。しかもかなり掴んでるし、7位が倒せるな。7位を倒してしまうか。そうするとちょっと待って、二宮を先に倒すか。ここはスッスのコツもあるんで、56点に入るのか。経験点的にはすごいね。でもまあちょっとキャッチャーコツはね欲しい。キャッチャーコツはさすがに球界の頭脳を直撮りするっていうのはきついからな。ありがとうございます。で、 できればねキャッチャーコツって5にしたいっちゃしたいんだよね。お、これで怒りのカウントも下がると。で、ここは3本松を下げていきますか。筋力が増えるんだ、それはいいな。で、メンタル、野球マン3号が来てるね。さすがにこれはもう怪我するから無理でしょう。一ノ瀬を倒しにかかるか。そうするとメンタルをやって回復しつつコツをもらうと。
うん、まあ練習してくるよね。ひじりちゃんだもん。で、クリスマスは一人と。寂しすぎる。さて、これは3つだな。どうするかな。わあ、いっぱいいるね。7位か。3本松がそうすると9とかになるのか。つくももそもそも9だしな。ただ1の背が下げられるか。悩むな。7位3本松を一緒に倒すのはこれはきついよな。いっか、もう7位を倒しちゃおう。で、3本松は五十嵐とかを倒しても下がるからね。わりかし下がるキャラなんで3本松は。4 ここどうしようかな、まあ、とりあえず初詣には行って、まあ、せっちゃんと初詣に来れなかったんで回復しよっか。中吉か、まあ別にいいか。でこれはちょっとやりたいけどな、やりたいけどな。誰も絡んでないね。1の瀬が3か。悩むな。悩むね。やろう。経験点に目がくらむ。これは全然上げてねえな。そういえば忘れてた。ただ一ノ瀬をここでぶっ倒すことができればカウントを下げられる。ミートはいい。あれ、そういえばいた。アベレージヒッター持ってんじゃん俺。今のってさ本当にあんだかよ。久々だな、ちょっと一ノ瀬と対戦するの。やばいやばいやばい。よしよしよし、とりあえずせっかくのアベレージヒッターなんでミートを開いていきましょう。センターに飛んでくね。20点欲しい。よーし、まあ20ポイントもらえれば悪くないでしょう。一ノ瀬のカウントも下がったし。あ、精神的支柱とか、まあ、なくてもいいかな。いくぜ。ポテってなる。ムード丸だからね。あ、メンタル来てるんじゃん。そして一ノ瀬倒せるじゃん。倒しちゃおう。いけいけ。あ、しまった。二宮倒してなかったっけ。そういえば、まあ、でも二宮マイナス3されるからな。大丈夫ではあるか。あ、倒してあったか。なんかもう順番をあんま覚えてねえな。ちょっと十血を確認しよう。あ、二宮全然余裕で倒してあったわ。1、2、3、4、5、6、これ6人か。みんなカウントはでも高いね。カウント高いわ。でここでちょっと練習してマラソン逃げっかな。やっぱりね、経験点でかいね。それなりにミオちゃんが関わってきてるからか。やっぱりレベル40で使いたいよな、野球マン3号は。そうするとおい。こいつ終わってんな。またサボり癖ついたよ。
俺はサボり癖だからな。休もう。すんません、どうするよ。すっすか、監督の評価低そうだな俺。115か、そこまで低くはないか。でもこれは通院しよう。これさ、前も言ってたよね、この同じ医者かな、こいつまた来たよみたいな。これどっちがいいんだ。スーツはちょっと久々だな、使うので、せっちゃんよせっちゃん。まあバレンタインはくれるんだけど、くれるんだけど、いつ告白してきてくれんのよ。これは気のせいじゃないにしてみる。最近ね、ささやき破りっていうのがね出てるからね、ささやき戦術をつけても、ささやき破りをされると完全に効果がなくなるのかな。あ、ようやく来たと思ったらバレンタインか。あ、そうだそうだ、ミオちゃんもくれるんだ、ありがたいことだ。そう、バレンタインミオちゃんはね、通常のミオちゃんから解放できるんでいいんですけど、まあ今ちょっとね、あのサンバ新島ちゃん問題が勃発したところであれなんですけれども、サンバ新島ちゃんが今もう撤収されたところですね。今ちょっとやってんのは一回サンバ新島ちゃんが来て、六本木を下げていこうで、不具合が見つかって、要はもともとサンバ新島ちゃんは金徳がエースキラーなんですけど、まあ、エースキラーが発動しないっていう不具合が見つかって、ガチャ自体がもうちょっと撤収されちゃったところなんですけど、たださ、サンバ新島ちゃんって、新島ちゃん自体が常設キャラじゃないんで解放が難しいんですよね。で俺も、まあ、最初に見た時にアイコンタクト手に入れた。てかさ、アイコンタクトってさ、もう話がさすぐ行ったり来たりするけど、アイコンタクトって保守でも発動すんの？そこがよくわからん。内野手だったら発動するみたいなのは、イメージ的には聞いてるんだけど、それって保守も含まれるのかな。で、また話を元に戻すと、サンバ新島ちゃん、まあ、引くか引かないかはすげえ悩んだんですよ。で結局引かなかったんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、新島ちゃん持ってるんで、まあ、サンバ新島ちゃん絶対欲しいかって言われると、まあ、そうでもないと。でかといって、あ、告白来たな。2人揃ったところで2人はもちろん一緒に使えないじゃないですか。で解放も多分進まないと思うんですよ。だからね、結局悩んでいるうちになくなっちゃったんですけど、一応中旬だか下旬あたりに、まあもう一回ガチャやるよみたいなのは告知できてましたけど、どうかな。まあ他のキャラがねピックアップされてたんで、引くこと自体はまあ悪くはないと思うんですけど。でちなみに新島ちゃんをね持ってないっていう人だったら、まあ、全然引いておいて損はないガチャだと思うんですけど、新島ちゃん持っててサンバ新島ちゃんを狙いに行くかって言われると、ちょっとそこは微妙ですよね。どんどん続けていこう、体力めっちゃあるかも。やってやるぜ、やったね、ようやくか。完走できるかな。まあ、3月だからせっちゃんがまだ1回終わってないよね。どうしようかな、全然カウント下がってないな。タッグの時にあんまり絡んでないからな。ここはちょっと一応カウントを下げに行くか。もう3月の1周でこれは厳しいね、やっぱり。評価めちゃくちゃ上がるね。とりあえず2回目進むのは進んでいくな。で、メンタル3本松がいるね。六本木も倒せそうだね。守備か、守備はちょっと倒しておきたいな。ここに3人いるけどな。
こういうタッグの時にね、もう少し絡んでもらえると助かるんだけど。で、そろそろ技術と精神がやばいからポイントを使っていこう。五十嵐が下がるのかこいつなんかもう赤とくいっぱいつきそうだマジかお前はなんてやつだ。とりあえずキャッチャーはもう取っちゃっていいかな。じゃあ球界の頭脳も取ってアーティストとか263めちゃ重いな。初球も別にもう取っちゃって、ああダメだ、せっちゃん失敗する可能性があるんだ。置いとこう。ローボールヒッターは取っておいて、ムードはもう大丈夫だよね。で、守備職人も他に持ってる人いないんで、アイコンタクトは別に骸骨とかないんで取っておきましょう。隣接する内野手同士、隣接する内野手なんだ。捕手はサードとさファーストどうなのよくわからん、効果なさそうだけどな。隣接する内野手同士って言ってもさ、別にさファーストとサードってそこまで守備力上がってもっていうところじゃないですか。結局二遊間だよねアイコンタクトって。これどうしよっかな寝るのもな、確実じゃないから。ちょっと病院行こう。こいつは通院マンだな。そしてこの病院の先生はめちゃくちゃ名医だな。何回お世話になってるんだ。さすがに無理だな、これはデートしよう。初デートだなせっちゃん。もうこの時期にカラデートが来ると感想がきついな。でせっちゃんは体力回復系なんで、わりかし体力が減ってからやっぱりデートしたいんでね。筋力ちょっと一回やっとく。うわ両方とも絡んでないわ。ちょっと待って、4月の1週でさ、もうこれってまずいねみんなどれくらい残ってんの。いや無理だこれ、マジ無理だ、きつすぎる。ちょっと打倒を目指してこう。せっかく暁台でやってるんで、無理とはいえ打倒を目指す。メンタル五十嵐、八嶋コツがあるね。これはちょっと回復しつつカウントを減らそう。でコツをもらおう。でこうやって回復していくとせっちゃんとのデートが進まないっていう。まあロードワークに出ましょう。でもう追求する必要は全くないんで、あとは地道に減らしていきたいけど、筋力これ全然足らんわ。さてこれはいや別にいいけどさこれどうするよ本当に。こっちかな、さすがにこっちかな。でも怒りも倒せるっちゃ倒せるけどな、怒り倒すとみんな上がるしな。またこれも経験点に走ろう。打倒は切るか、バント。ロードワークに出て、せっちゃんはねこの福井部がねやっぱりちょっと重いんですよね。ちょっくら打撃を上げていかないときついかな。まあ打席をプレイして、パワーヒッターが取れないからな。弾道はちょっと3人はしておくか。ミートは D で我慢しよう、パワー E で我慢しよう総力とりあえず F にしとこう、さすがに。あとは肩、筋力をちょっと肩に回さないとまずいな、マジで足りない。とりあえず守備力は C にしておこう。で呼吸精神ポイントが足りるかな、 D くらいには一旦しておこうか。なんだかんだでねキャッチャーはやっぱり精神使うんで、キャッチャーが本当作るの難しいですよね。特能をねやっぱりいっぱいつけたいんで。でそうするとやっぱりあれ入った打撃の方に回せないっていうのがあるんですけどね。まあ査定重視の人はね本当にキャッチャーでもね肩 F
守備 F とかの人もいますけど、まあ、そこはね、あのサクセスなんて自分の作りたいチームを作っていけばいいんで全然いいんですけど、カラスマって力配分があるんだ。俺力配分されてたのか。まあそりゃされるよな。まだ頑張ってんね。まあ、意外に打てたな。たださてさてさて、これはやろう。 9%、 めちゃくちゃ体力下がった。怒りか、どうすかな。まあ、やろう。まあ、多分全員は無理だから怒りも倒しちゃうか。そうすると少しでも経験点をもらうために、でこれはミートを開いていこう。アビレリヒターの力を見せてやる。フォークが一番打ちにくいよな。あとバント1個やれば合格ラインにはたどり着くけど、今のってボールだった？どっちだった？バントしよう。安心しよう。まずは安心を手に入れる。よし。レフトへ飛んでったか。さっきのレフトフライとさっきのアンダーは違いがわからん。20点、20点にしよう。姑息だな本当に。怒りとかどう思ってんだろう。バントしやがってみたいな。あ、そっか、これ誰もいないから五十嵐になるんだ。なんでチームメイトの評価が下がるんだかよくわからんし。俺のせいじゃなくね別に。で2回目か。6月で2回、7月で2回くらいデートすれば間に合うけど、まあ、1級入校もね、重いっちゃ重いからね。そもそも1級入校が手に入るかって言われるとそれもまた怪しいからな。今何人目？ 1,2,3,4,5 いっぱいいるな。1回で立つとみんな上がるからな。それを考えると他のやつを倒しておきたいっていうのもなあるけどな。いいや、もう倒そう。全員はもうマジ無理だこれ。経験点を少しでももらう。お、これでまた体力が回復すると。で誰が来てくれるか。もう誰でもいいわ。つくもとかいくつだっけ。4とか5ありそうだな。でタッグに絡んでないけどダブルタッグ、すっげえな。経験点超来るわ。もうこれはタッグで稼いでこう。しょうがない。で次がラストですね。頼む？頼もう。怒りは倒してあるから全然大丈夫だ。ありがとうございます怒り様。で5 5、こいつ無理だな。3、うまくいけば2人倒せるよね。もう五十嵐は諦めよう。1減らしとくか。つくも少しでもちょっと狙いに行こうってやってるとな。ああ、ヤシマとかここで下げられたけどな。
ただもう下げる必要もないからな。お、これでちょっと体力が回復できる。五十嵐も下げられる。無駄だけど。五十嵐最後とかマジないけどな。つくも倒そう。そうすると、あ、三本松も、三本松も持ってたか。やっぱりこれは守備タックで経験点を稼いでいこう。余りそう、技術とか。キャッチャーだから余んないか。これあと3人441とか。いやもう無理だもん、それはしょうがないよ。10とか。絶望的な数字だな。ちょっと肩とかを上げるか。守備はとりあえず A にしとこう。で補給も、まあ、C にはしておくか。司令塔だな、まだ取らないといけないからね。アーチストとかマジ無理だわ。でデートしとこう。全然ミオちゃんとタッグを組んでないからな。コツ4条。もう絶対倒せないな。野球マン3号、まあ、タッグのポイントはね、やっぱりここまで来ると悪くはない。だこれに技術ボーナスが乗ってくるといいんですけど、これ俺1回だけ見たけど結構面白いよね、歌が。あれってそんな簡単に着たり脱いだりできんのかな。まあ、とりあえずね、司令塔は確定なんで。そうするとね、二宮くんのね出番がねますます減るんだよね。これは普通に守備を踏んでおきたいけど無理だな。これはちょっとパワーは上げられないな。ちょっとミートは C にしておこう。その代わり、いやー、ラブパワーが来てもね、微妙な体力なんだよね。微妙な体力だし、デートもしないといけないから。さてこれでどれだけ打てるかな。精神137か。だから本当はここにささやきをつけたいといえばつけたいんだけど、そうするとね、本当デッキが組めないんだよね。水鳥って確かまといべだったよね。わからん、あんま使ってないからわかんないけど。でもそうするとな、またイベントが重くなるからね。基本的にキャッチャー系のイベントってなんかみんな重いイメージがあるけど、いかんせんね、ほんと野球マン3号ひじりちゃんのねイベントがね重すぎる。完走できないはできないですげえショックだからね。もうちょい下だったか。でもまあ球界の頭脳があるだけあって抑えてるね、さすがだ。お、野球マン3号がいた今。あの格好絶対ダメでしょ、ルール的に。しかも超暑そうだし、この暑い中パピオンのマスクでさえ暑いのに、これでもな。ちょっとデートを進めよう。カラデートが来るともう終わるな。でここで少し精神ポイントを稼いでおきましょう。で一回練習して、
72もくれるんだすげえな。あ、体力がね減ってくれるのは全然大歓迎。余剰他なんかいる？筋力とかもう無理だしな。あ、バントか、忘れてたわ。アバターか、打てるかな。ミートだけはちょっと上げたからね。でもあとはタイミングよく持ってくしかない。一応ちょっと司令塔は掴んどきましょう。司令塔、司令塔1で122か、やっぱだいぶ使うね。確か司令塔ってコツ3でくれないと思ったんですよね確か。開骨もないんでここの経験点はもうしょうがないですね。よし、ストレートは逃さん。赤月大付属追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で藤谷、これも逃さん。ブギか。もう一本逃さん。打ちました。8回の裏、赤月大付属攻撃に入ります。先頭バッターは藤谷。今日はツーランホームラン2本を打っています。変化球すごいな。投げた。これ全体的に強いね。445コントロール B。投げた。しかも変化球中心か。第4球を投げた。危ない。基本はストレートだからね、やっぱり。次は5球目。投げた。外角低め。結局フォアボールか。おお、いいね。ヒット4本だけだよ。やはり球界の頭脳は強いね。そして司令塔もあるからね、どう機能してるか分かんないけど、アイコンタクトとかもはやどうなってるのかが分からん。まあ一応ちょっと見るは見るけど見るは見るけどデートしよう。大体ね、最後にデートを残すとね、ろくなことにならないんですよね。まあ、今回はうまくいったけど、これ会話からさ1球入魂になるかどうかって分かんないよね。スミカちゃんだとさ、チャラッタッターってなると、あ、成功したっていうのが分かるけど、こいつらはなんでみんな打撃に来るんだ。みんな守備に来いよ。ここからはもう完全に調整だな。バント取ろう、職人も取ろう、一球入魂も取ろう。一球入魂で打っていくしかないな。本塁ステーカーも取るか。そうすると肩がいかないね。守備 S にして大丈夫かな。よし、あとはちょっと筋力は全部肩に回すか。筋力やるか。何もタックがないからね。あ、なんかアイテムをやってしまった。やはりここは一球入魂で勝負するしかない。入れられてるし。ツーアウトランナー一塁という場面で藤谷投げた。初球外れても第2球投げました。1球入魂。いった。はい、はい、赤月大付属リードで迎える。鉄砲塚はね、うわー、1球という場面で藤谷1球入魂がなくなってしまった。アウトコース低め、フォークは外れてもはっきりしたボール球、カウントは割かし打ちやすいですね。結構打たれてるね。ただうちも、おいおいおい、どうした。俺のリードが勝負になったか。際どいところを投げてくる。おー、フォークで攻めてくるね。もうチョイスあったか。今のセカンドなんかうまかったな、動きが。
ここでまず筋力ポイントを稼ぎ出すしかない。野球マン3号か。メンタルやっとくか。若干もう少し精神欲しいしな。まあ回復しつつちょっと、さてここは黒金か。肩は B になるかな。で、まあエピローグ経験点とかも合わせれば肩 A にはなるな。その代わり足とパワーがしょぼすぎるっていう。こういうキャラはねやっぱり守備寄りだから査定もそんなに高くならないんですよね。赤月大附属先制のチャンスです。ツーアウトランナー二塁三塁。経験点は稼ぎ出していくよ。自ら打って力配分とか。わあこのストレート超狙い目だったのに。完全に舐められてんな。そうやって力配分するから打たれるんだぞ。肝に銘じておけ。肝に銘じないところがさ、なんか1回打たれたら力配分取れるとか完全に舐め切ってるな。今日はチームの全打点を叩き出しています。ランナー走った。来るか。アウト。82。よしよしよし。肩が1ランク上げられるくらいの経験点はもらったな。82だからね、上げとこう。さて最後のタックは筋力。みおちゃんありがとうございます。これみおちゃん初タックじゃねえ、もしや。ほら甲子園最後に来て、 あとこれね、あの騎馬妹のジャージが暁大のジャージっていうね、そういうバグこれもウケるよな騎馬妹スパイカーみたいなパワーはさすがに無理だ。アーティストとか夢のまた夢だな。あと取ってないのはとりあえずなさそうだから、まあ置いておいて最後に考えましょう。よく気づくよね。俺全然気づかなかったんだけど、騎馬妹のジャージとか。そのままスルーしてたかな。あ、そうだこいつだ、超嫌だ。取ってこれで3アウトチェ。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で藤谷、第一打席はファールフライに倒れています。これは外角高め、爆速ストレート、外れてボール。カウントは2ボールノーストライクです。投げました。打ちました。これは一応骨格打法持っててよかった。スッスありがとう、リードで迎える。君のおかげだマジで。今のはスリーホームランを放っている藤谷。ボール第二球投げた。爆速、やはり爆速は打ちづらいな。投げた、危ない球。まあもう騎馬に関してはもう爆速一択ですね。カーブとかフォークとか来られると、ああ、どうだろうな、すげえ悩んだ今。ちょっともう一本打ちたい。あ、いなくなった。リードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で藤谷、今日はスリーランホームラン。緊急登板持ってるよ投げた。緊急登板だったのかな、まあ、それはね、騎馬で投げ切るっていうのが多分ここの高校の必勝パターンだと思うからね。タッチセーフ。投球これから4球目。打った。センターホーム。行かないか。まあしょうがない、ホームラン1本か。ヒットでもいいからあと1個打ちたかったな。66か。やはりもう1本ヒット性のものが打ちたいうー、負けちゃったねってさ、暁大のジャージ着ながら言ってるからねそうやって考えるとウケるな。
騎馬妹マチスパイだわ。結局打倒って何人残った？3人くらい残ったよね。そう考えるとだいぶ経験点違うからな。いやー、やっぱり余剰だけだときついな。まあでも6000は超えるくらいか。どうしようかな。パワー上げようかな、せっかくだから。 D にしようちょっと足 E にしよう技術と精神が余ってるからチャンス丸は掴んどくか。丸だけでいいかな。あとそうか、早急か、欲しい。これ取ると、あー足りないな。丸でいいか。じゃあでもう一個掴んどくで、技術と筋力がやたら余ってるから片身打ちとか多分結構使わなかったっけ。50-50くらい使った気がするんだけど。そうだよね、これ取ろう。粘り打ちも取ろう。であと残ってるのは取れるやつ、ヘッスラとか足 E だからな。あ、追い打ちとかいいんじゃない。経験点的にはこうなんかうまく使った感じだね。もうあと何もあげられないっしょ。こっちもスタミナ上げとこう。というところで、まあこんな感じになりましたね。でやっぱり野球マン3号、まあ、使うんだったら、まあ、最低40で、できれば45使いたいというのはあるんですけれども、じゃあかといって今回のパワチャレで野球マン3号を狙いに行くかっていうと、まあ、野球マン3号ね、出番が捕手を作るときしか出番がないんで、そんな頻繁に使うかっていうとそういうキャラでもないし、通常のひじりちゃんからも上限解放はできるんで、まあ強いて言うなら、まあ長々とのんびりと上限解放できればいいんじゃないかなと個人的には思ってます。まあね、もちろんどうしても欲しいっていう人は、まあ、取りに行っても全然いいキャラだとは思うんですけれども、まあ、どうかなって、石使うくらいだったら、まあ、ゆっくりと上限解放していった方がいいんじゃないかなと思ってます。というところで、野球マン3号を使ってみましたというところでした。じゃあこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。